皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ前回ね、まあ美味しいことにっていうか、まあわざとやったんですけれどね、まあちょっとね、奴隷商の方の装備をまあ1曲くらいいただいてと、で一応ね、お金も稼げるような形で、まあこのね、奴隷商からこういうのもらったりしてね、ちょっとずつ装備を整えつつお金をというところでね、とりあえず戻ろうということですよね。これもいいね。靴装備させた方がいいかな。うん、これ交換しようか。はい。ディグナさんは普通。レバーさん見かけ倒し。人狩りの。16の29。こっちの方がいいかもね。11の17。13の20が高いね、こっちの方が。ちょっとこっちにしようか。よし。とりあえず、どこ戻るかっていう話よね。変具の方行ったことないから、変具の方戻ろうか。行こうか。ヘフトに拠点があるだけだよね。奴隷農地もそのうち見ないとね。まあ、とりあえず物売却しましょう。なんかいるね。あれはなんだ？奴隷狩りだ。ちょっと厄介かも。あんまし会いたくないね。どっか行け。よし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 。あのね、倒しても持てないからね、というかね。残念ながら。ちょっと荷物軽くしないとね。ああ、いるね。ああ、反乱農夫。反乱農民か。農民がいらっしゃいますか。まあ、素通りできるでしょう。まあ、強さを求めるのであれば戦ってもいいんだけどね。今はちょっとお金の換金をしたいよね、しっかりとね。よし。急いすげ。砂忍者とかちょうどいいよね、人数的にも。4、5人招待でうち数名クロスボウでしょ？こっちとしては非常にやりやすいですよね。あ、なんかいる。まあ、漂流者だから大丈夫でしょう。こうやってね、常人がいたら一番いいんだけどね。トレーダーズじゃけん。さあ行こう。さあ行こう。見えるかな？にしても、ほんとこの砂漠地帯っていうの、なんもないよね。ああ、見えた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 。見えましたね。あっち側どうしよっか、大丈夫かな。露骨に賄賂要求してくるやついるからな。マジで都市連合の奴ら、そういうとこは腐ってるんですよね。大丈夫かな、ここのやつ。大丈夫？そうです。よし。じゃあ、まずは、奴隷ショップはなんか生きのいいのいるかい？ああ。ちょっとあれだね。ここまた人いねえんじゃねえかな。普段いないんだよね、ここね。買い物できないんだよね。ほら、話しかけらんないの、これ。護衛の人がさ、店番してるんだよね。店主って書いてあるのに。どうなってんだって話でね、これ。仲間を増やすのもありか。仲間を増やすって言ってもな、レイダー。レイダーか。うさげな名前してんじゃないの。レイダーさんいくらするんだい？レイラさんよ、1000キャットか。買った。装備を整えろ。とりあえず靴履くでしょ。このズボンこうするでしょ。あ、いいね。これも持って。鎧がない。
鎧なんてそこら中にあるでしょう。まあ、ズボンこれにするでしょう。はい、鎧鎧鎧、ああ、あるね。どれしょ、こっちだな。レイラさん、シャツか。さすがにシャツまでは持ってなくね。あ、これあんね。交換しよう。あ、いいのあんじゃん。まあ、さすがにね、シャツはもうないよね。わざわざ取る必要なかったもんね。あ、一応タートルネックがあるけど、タートルネックでも装備しとくいったんね。ディグナさんが装備させてたやつですね。よし、大丈夫かな、これで。うん、何にもなってないね。オッケーオッケーオッケー。よし、仲間増えた。ここ買えるんだよね。1万9000か、高えな。よし、ちょっと物売りましょう。売らしておくれ。あー、いいの持ってんね。高え、高すぎる。まあ、とりあえず売っていっちゃうか。これも売っちゃう。もう売っちゃうか。これは待って。売っちゃえ、売っちゃえ。39%。ちょっと売れないね。51%。51%。51%。ちょっと売れないね。売れないね。100%。100%。ガラクタイムいっか。売って売って、売って売って、はい。はい。どうよ、お金。いい感じに。よし。だいたいこんなもんかな。おお、1万3000まで来たね。なんだかんだ言って。いやー、奴隷商のやつここじゃ売れないな。困っちゃうんだよね、そういうのね。まあ、しょうがねえか。まあ、これはまた別のとこで売りましょう。とりあえずじゃあまたバックピストに集めちゃうか。ねえ、余計なもん持ってる人。はい。ほい、ほい、ほい。ああ、普通等級なら装備させた方がいいね。これ、こっちの方がいいじゃん。はい。イエス。とりあえずちょっとここら辺も売れねえかな。ここでこうマシニストのところなら関係ないんじゃね。ねえ、ここならいけんだろう。あ、売れるわ。こういうところで売っとかないとさ。一個ぐらい取っといた方がいいかな。ターバン。これはね、装備しちゃうとね、バレるんだ。これは証拠隠滅した方がいいね。このセットぐらい取っとく？ターバン。砂嵐 70% 防げるけど、どうだろうね。これも取っとこうか。また仲間入れるかもしれないし。よし、大まかに撃ったぞ。ちなみにバーはどうだい。何もいないね。何もいないですか。ああ、洋服屋さん。あ、バー、ここのバーもなんかいたっけ。さささささささ、
このまませっかくだから奴隷農地見に行きつつの、なんもないね。奴隷農地見に行って終わりにするか、市場とかも行きたいしね。ちょっとこっちの方行きながら、あそこ行きたいんだよね、ハブ。ハブ、ここら辺じゃなかったっけ？ハブの方行きたいんだけどね、ここを突き抜けるかどうかよね。3体制しっかりつけていかないと。やっぱね、拠点にするなら真ん中の方。まあ、奴隷農地と見てね、このままこっち行って、市場の方行って、で、こっちの方を向かっていくような形にしつつ、やはりね、スワンプをまずね、ちょっと探してみようかなと。何か手がかりがあるかもしれない。娘の。まあ、とりあえず名前が分かってるけど、どうなんだろうね。その名前の表記でいるかどうかだよね。何の手がかりもなしに行くけど、とりあえずスワンプ付近をちょろちょろこう、いろんなところ見て回るしかない。あ、なんか来てない？見て回るしかないかなっていうとこですよね。リーラさん加入でとりあえずね。あれがないね。特に。お、待って！うーわー。よそ見してた。君たちならいける！レイラさん、あれ、レイラさん遅い。いやー、これやばいね。ちょっと待って、子供たちを。うて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 。はい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 。さあ通せ。いやー、きつい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 。あー、レイラさん戦う前に終わっちゃう。少しでもダメージ入れて、経験値。よし、一発入れた。いい、吹っ飛んでった。もうマジでこいつら回収が大変なんだよね。やるのはいいんだけどさ。新鮮な肉とも爪だけでいいや、こいつら回収すんの。いやー。まあ、売れるからいいんだけどさ。ただね、一回一回のダメージが大きいんだよね、こっちとしても。割に合わねえんじゃねえかっていうぐらいよね。割に合ってる、みんな。あれ？ピアさん。あ、っていうか、カバン変えるかどうか試せばよかったな。失敗したな。ちょっと戻る？カバン変えるかどうかだったら、元気な人。バーンさん、ちょっと行ってきて。バーンさん行ってる間に、ちょっと、回復してから。はい。よしよし。ダメージひどい人。あ、意外とでもダメージそんなもらってるね。泉さん痛かったね。よし。あとレバさんと、リグナさんぐらいかな。2人減ってるぐらい。で、バーンさんが、向こう。せっかくだからバッグ買ってこう。ちょっと待って、なんで戦闘？うーわ。最悪。数多いんだよ、向こうのが。やべえな。子供たちに手を出すな。よしよしよし。いけ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 。あ、バック見せられた。ちょっときついかな。撃て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 。いけいけ。よしよし。援護しろ。あ、待ってきた。やばい。
あ、近接子供たちできない。近接できない子供たち。ほい。あ、いて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 。やばいやばいやばい。危ない危ない。いけ。よし。卵埋めろ。ほいほい。打ち逃げ打ち逃げ。よし、いいぞ。子供なりの機動力使って減らしていけ。オッケー、撃て、近距離で撃て、撃て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 。よし頑張って。よし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 、さすが。おい、あ、いいね。レイラさんも倒れてる。で、とりあえず子供たちは救護せよ、救護せよ。よし、ばあさん着いた。あ、ばあさん着いたね。いやー、もう向こう大変だったんだから。形成外科、あれ小児いない、あれいないね。ちょっと待って、ここにベッドあるじゃんね。戻ろう、予定変更。いやー、にしても商人全然いねえ。マジであいつらどこにいんだった感じだね。なんかゲットできるもん、この人たちある？ああ、ハートプロテクターぐらいか、持っていけるとしたら。カバン持ってる子っていうと、ああ、持ってんね。このキッズは。よこしな。せめてもの戦利品よ。しけてんな。しけてるね。持ってんじゃねえか。慰謝料だ、慰謝料。一緒よ、起こしなさい。よし。もう持ってんでしょ。はい。このちっちゃいのスタックできる？よし。もう虫、慰謝料ちょうだいね。慰謝料もらいに来ました。はい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 。これか。これか。うん、ちょっと持てないですね。まあ、ちょっとこれ、担いで。泉さんでいいや。持てる？いや、持てない。中途半端。よし。あそこ、奴隷商いた、奴隷商はあったよね、売り場がね。ちょっと意識不明の人もいるからね。持てる人、あれに限りがあるけど。よし。うん、そうね。ベッドで寝た方がみんないいかな。よし。ちょっと解体しまーす。一旦これで戻ろうか。いや、重い。さあ、無事戻れるか。なんだよ、予定と全然違くなっちゃったよ。さあ、ってみんな大丈夫かな。ここら辺気をつけないとね。いつどこで誰に襲われるか。キッズが遅いね、ちょっとね。しょうがない。筋力育ちにくいしね。とりあえず中にさえ入っちゃえば。よし。で、中に入ってる人のうち、この死にかけは、こっちへ。
で、ディグナさんも、ほい。さーて、あ、いつの間にかショーにいるじゃない。ちょっと一旦行ってていいや。で、レイラさんも、こん中に、ほい。よしよしよし。持ってって、バックビースト部隊ね。他にもいるでしょ。泉さん担いでんのは、それ。負傷してんね。そっち持ってっちゃえ。で、売る。よし。で、こっち来な。ババア。あー、レバさんもね。寝かそうか。よし。で、キッズも持ってきてるね。よし。はい、泉さん。ハーモト。もちろん。よし。よし。ああ、寝てなさいよ。他のメンツも。とりあえず一旦上で寝てなさいよ。よし。ああ、で、泉さんもちょっと上で寝ててね。で、キッズが、はい、来たー。400キャットだ。よし。売り物になったー。で、商人がどっか行く前に、買い物だけ済ましたいね。どこ行った？あ、いた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 。バンさん行け。どう？うん、シャツ5000だけ。片びら1800か。1800か。買おう。あ、ちょっと待って、俺何か映ってたっけ？忘れてた。こっち買うんだった。アームガード。タンクトップ。タンクトップ。自分買っちゃえ。これでどうだ？で、問題は、カバン売ってないじゃん、この人。あ、で、なんかやっとく？トレーニングダミーか。ピッキング。こっち20か。どうせだやっとくか。キッズもおいで。キッズのダメージの方がでかいね。さて、誰に何を覚えさすか。子供、ああ、子供たち物売りたいね。商人どこに、商人。ああ、商人じゃねえな、売るなら。ここでいいや。売り場。おいでおいで。キッズよ。売ろうぞ。よし。113。はい。ああ、でもいいお値段で。売れるじゃないですか。9000まで戻ったか。まあまあまあですね。とりあえず寝てるより寝てた方がいいでしょ。よし、リグナさん OK。おい、寝かして。動物あんまし寝かしてもしょうがない気がするんだよね。ベッドだからさ。なんかね、回復のあれが遅かったよね。
大して意味ないんじゃないかっていうね、疑惑が。え、OK。まあ、とりあえず今日はここまでしかできないかな。あ、で、さっき買ったやつ。さっき買ったやつどこ行った？あ、これも売っときたいね。覚え、出ましたね。研究は完了したけど、問題はこれ何で作るかまた調べとかないとね、ちょっとね。で、泉さんが持ってんのと、泉さんとピアさんだね、持ってんの。ちょっとキッズで泉さんから回収すんのと、あ、ピアさんから回収すんのめんどくせえな。むしろこれピアさんに渡しちゃった方がいいな。で、ピアさん申し訳ない。ここで売ってきていいや。ああ、これだったらここで売っても問題ないね。よし。はーい。取引しよう。売ります。売ります。OK。とりあえずよくね、もう。どうです？大体いいでしょう。まあ、またね、回復すればいいでしょうというとこで。奴隷の、あ、いいよ。クリーンだよ。まったく。ちょっと奴隷農地の方を向かって、終わりにしよう。今日はね。大丈夫。一番遅い。あー、だいぶ差開いてんな。ちょっと待て。いやー、でもそれでもね、スキーマーと戦った後のね、反乱農夫とも戦えるようになってたからね、だいぶいい感じですよ。キッズたちのクロスボウはまだあるね。だいぶ成長してきたんじゃない？キッズたちの。誤射がまだあれか。う、待って待って待って。うーわ、またよそ見してた。またやっちゃったよ。すぐこうなっちゃうんだから。倒せ、倒せ。倒して。痛い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 。あー、倒して。倒して。はい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 。よしよしよし。はい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 。そう、倒せ。よし。ほいほいほい。うーわ、またダメージ負ったわ。誰ダメージ負った？うーわ、右腕だいぶやられてる。いやー、これまた回復しないといけないわ。パンさん、自分ちゃんと治療して。ということでね、とりあえず今回は、ここまでにしようか。ちょっと次回までにね、また回復の方をさして、次奴隷農地の方行きましょう。場合によってはまたもう一人雇っちゃおうかな。うん。なのでちょっと安全そうな場所に、安全そうな場所なんてあるっていう話だけど、あんまし人が来なそうな、ちょっとここら辺にしようか。ここら辺なら来ないんじゃない？なんか通り道な気がしなくもないけど。まあ、ちょっとここら辺でね、ベッドの方を作り、回復しておきたいなと。あれ？泉さんだけ持ってんの？あれ？ナイフさんだった。ほい。ほい。ここで回復したら、また次回ね、続きからやっていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。